どっちしようかな。ネギラーメンか辛ラーメン。おはようございます。ネギラーメン。ネギラーメンしようか。辛いんだよね辛ラーメン。辛いんですよ、辛ラーメン。ネギラーメンうまいっすね。これ昔からあるじゃん、ネギラーメンとか。あ、チャーシュー麺も昔からない。なんだっけ、このニュータッチの。かなり昔からあると思う。俺がガキの頃からある。ガキ以前にからあるじゃん、これ。むしろ買ってみようって食ったことない人いるのが驚きなんだけど、さすがに人生の中で1回ぐらいあるでしょ。さすがにそれはないでしょ、いくらなんで。誰もが食ったことあるんじゃない。味どれ？これうまいよね。高いけど200円ぐらいするんだよ、このふりかけ。水戸とか筑波とは土浦に、いや別にここでよくない？なんで逆に住みたいの？当分東京行けないね。いや俺今日行こうと思ってんだけど、ちょっと
今日 YouTuber 閉店でしょ。もう一回言っとかないとさ、どうしようか迷ってんだよね、行くべきか。2500人。コロナかかったら死ぬでしょ。2000人って言ってもあれだからね、1400万人のいて1000人2000人だから大したことない。なんかみんな危機感覚えてるけど大したことないでしょ。1億4000万いるんだよ東京の人口って。そのうち1000人とかさ2000人ぐらいかかったとこでね、大したことないでしょ。怯えすぎだって。これ2万人とか言ったらちょっと俺もね、あれと思うけど、2000人でしょ、たかだか。それぐらいで、経済止める方も馬鹿げてるって。緊急事態宣言。万人とか言ったらちょっと考えた方がいいんだよ。それぐらいが考えるレベルだからね。動物にコロナかかんないでしょ。あんま見たことないよ。3分。やんないの？おめえがやるよ、マリオ。NG 入れていいか、お前。おい。何がマリオだよ、てめえ。この野郎。知らねえよ、んなもん。ゴミがや。あのさ、ギャンブルやめた人間に、よくそういうさ、コメント書けるよね、マリオさん。NG 入れていいっすか？なんとか言えよ、マリオ！この野郎。ゴミがよ。なんとか言えよ、マリオ。言わなかったもん、NG な、もう、お前。うん。1分以内なんとか詫びろよ。謝罪しろよ、この野郎、マリオてめえ。おい。ギャンブルなんかもやめたんだよ俺は。もう足を洗ったんだよギャンブルから。お金なくないからもう。12万買った。でもそんなのね、俺だって競馬で勝つ時あるけどマイナスから抜け出せないもん。結局勝ってもプラスにならないからね、やめた方がいいんだよ。やっと俺気づいたんだよね、4年でね600万負けて競馬で。やっと気づいたよ、もう。うん、吉行だったらよ、正義ってもんがあんだろマリオ。
次のコメントでやってみな、その誠意を。あと1分以内な。だってお前、俺に、だってさ、マリオが俺の放送見たって、俺1円にもならねえもん。いらないもん、マリオのこと。あと1分待ってやっからよ。誠意見せな。ね、なかったら NG ね、マリオは。見なくていいよ、俺の放送。ねえ、クロちゃん。ねふわふわだね。ふわふわだね。まあ、もこちゃんだったんですから。甘えん坊ちゃんなんで。甘えん坊ちゃんなんで。妹はどうなったの？いや、殺すことに決めました。やっぱり一匹で限界だよね。見殺して殺すことに決めました。キジトラは。明日締め切りでしょ、だって。もう殺すしかないでしょ。いや、いい匂いするな。ああ、うまい。昔からあるラーメンってうまいよな。いただきます。うまっ。なんでそんな節約してんの？競馬で17万負けたから。食い切れないよ。食い切れなかったら捨てればいいじゃん。ここは経済大国日本なんで、ね、お腹いっぱいになったら飯なんか捨てるんだよ。当たり前でしょ。何か恵まれないやつで。飢餓に苦しめよ。そこに生まれたやつが悪いんだからよ。ね、その恵まれない子供たちの目の前でね、ご飯をね、捨ててやりたいよ、俺、こうやってポイっつって。いくらでも飯はあるんだよ、つって。苦しんで死ねえ、つって。当たり前でしょ。カンボジアが行かねえよ。なんだ、汚い国。便所が行ってろよ、こんなもん。放送ネタで便所が行くとこだろう、カンボジアって。
そんな行くわけねえだろ。うわ、うまい。迷惑配車、それ金梅さんじゃない？俺じゃないよね、多分、うん。スラムダンク映画があってどうでもいいわ、あんなクソ漫画。面白くね。おはようございます。今日どうしようかな。行くべき歌舞伎町。LINE 来ないな。寝てんのかな。朝までやってんだって。大丈夫やこれ、休業要請とか。夜7時から朝まで YouTuber 空いてるんだって、今日。最後だから。いや、迷うね。迷うな。でも言っても、だってアイテムみんなくれないでしょ。YouTuber で放送やるとしてもコラボとかああいう飲み会でアイテムって上がんないんで、あんまりなんか知んないけど、明日はもう閉まってるよ。今日じゃないの、明日はもう YouTuber やってないよ。あ、0時超えたらってこと。台風並みに風が強い。そうかな、あんま風ないけど。どうしようか迷うな、マジで。あ、徳明さん、ありがとうございます。お茶爆薬。全然持ってかれないと思う。だって風全然吹いてないもん。うん、風の音聞こえる？全然聞こえないし、俺窓開けてんね、これ。いや迷うね、ほんと。どうしようかね、ほんと。大原いるから別にいてもいいじゃん。なんでダメな、大原いたらまた喧嘩になるから。いや、のんびりがいいんですけど、今日が最後の日だったら、閉店だったらなんか申し訳ないじゃん。今まで結構お世話になってさ、多分 YouTuber で一番金使ってんの俺じゃないかな、間違いなく。多分100万円以上は使ってるぞ俺、 YouTuber で、うん、いや閉店もあるっつったね。五分五分だって、閉店と休業、うん、だってオーナーがそれに言ってんだもん。休業っては聞いてないけどね、まあ、休業か閉店どっちかで五分五分ですって LINE 返ってきてる、オーナーから。鮫島行くってもできんだから入れないですよね。迷うね、だから、うん、休業詐欺だろ。それちょっと分かんないけど。
暴れるやつは出てこないでしょ、さすがにね。いるの、そんな暴れるやつとか。そんなしたくないと思うけどな。来るかね、人。そんな人が来ますかね。こんな2500人だっけ、うん、コンクミってわかんない。誰コンクミって。女コンクミって。知らない。ツイキャス配信者の方ですかね。俺あんま知らないですよね、ツイキャス配信者。あ、近藤か。行くでやめようかな。近藤来るの？なんか一気にダウンしたんだけど、近藤来るっつって。うん。一気になんかもう、やっぱ行くのやめようかなと思ったんだけど。でも、出禁なはずだけどな、近藤組長。そうだよね。確か出禁だった気がするんだけど。鮫島と近藤は出禁らしいよ。店。今日とかずっと。うん。だって高橋さんだって、組長に金踏み倒されたって言ってるもん。なんかシャンパン入れて10万ぐらいの。それをまだ払ってないんだって。で、高橋さん怒って、出禁っていう、組長。いや、最後でもダメだと思うよ。うん。ヤマトさんじゃないからね、権限持ってるの。高橋さんだからね。ヤマトさんはね、一応責任者だけど、オーナーは高橋だから、高橋さんがいいって言われるとダメで。いや、今度行くんじゃ、ふわっちできないじゃん。ふわっちやろうと思ったんだけど、向こうで。うん、厳しいな、こりゃ。放送できないら痛いな。近藤来ますかって聞いてみよう。ここで来るっつったらやめとこうかな、俺。もう最後だけど、しょうがないね。気をつけてもらって、近藤いるんでしたって、放送もできないじゃんだって。最低やっぱ放送しないと、イベント中だから少しでもアイテムもらいたいじゃん。イベント勝てないからね。だったら家で一人でふわっちやってた方がマシで、でそっちの方がアイテム上がるんだもん。でしかも組長いるとふわっちできないからね。 A 番車だから映したらアウトだから。近藤がいなかったら、ちょっと行こうかなと思ったけど、最後だし。イベント負けたいっていうか、でもあと4日ぐらいあるからね。っていうか、ツイキャスなんかでやってる時点でダメだよね。これ、フワッチでやった方がいいじゃん、これ。俺思ったんだけど。これをフワッチでやればよかったの。飯配信。全然お茶爆も上がんないしね、やってもこれ。はあ。
組長がいても番になんなきゃいいんだけどね。ふわっちは。ああ、お腹いっぱいになってきたな。行く気まま、いやでも一応今聞いてる。あ、来た来た来た、行こうかな。じゃあオーナーがこう言ってることだし、組長ね、来ないでしょ。来ても出禁です。だってオーナーが、組長出禁ですね、来るだけ無駄ですからね。オーナーがね、近藤出禁ですって、うん、近藤なんで来ようと思ってんの。出禁だから近藤ね、うん、じゃあ行こうかな。どうしようかな、これふわっち出禁じゃん。じゃあ近藤来なかった。なんか来ようとしてるらしいですけど、まあしょうがないんじゃない。まあ10万円ぐらい払ってないらしいからね、うん、だから人として嫌なんじゃないもん。まあ、数がでね、うんこ漏らしたパンツを投げ捨てたとかね、いろいろあったけどね、近藤組長は。うん、うなちゃんマンも入れてくれなかったんだ、近藤組長。10万円ぐらい払ってないんだってよ、なんか。踏み倒してるらしいよ、金。つけにしといてって言って、お金払ってないですね、この6日。だから怒ってね。数千じゃないよ、10万ぐらいよ。確か、シャンパンだから。その時、確か俺もいたな、確か。金梅さんと二人で、そう、行くそうです。いや、金梅さん一人やったら入るんじゃない、うん、いや、明日はだからやってないもん。今日で終わりなんだって。明日から休業に入るから、明日はだからもうやってない。だ今日なんじゃないの、うん、明日はもう終わりだから。やってないから。今日で終わりだから。
あ、そうなの。貸し切りでもやだって、休業、明日から休業入るんだから、貸し切りもできないでしょ。休業イコール貸し切りもできないんだ。今日は貸し切りなんじゃないの？わかんないけど。休業したら貸し切りもできないはずだよ。それ見てるからね、国も。ちゃんと。しかもそれで放送やるやつとかいたら、お金とかもらえなくなるからね。ガチで。そんな貸し切り、休業して貸し切りとか言ってたら。もう緊急事態宣言入るんだから。明日あたり。まあ違法っていうかね、貸し切りはやらないでしょ、さすがに、明日。事実上今日が最後かもしれないからね。あ、お腹いっぱいになっちゃった。ごちそうさま。今日の午後にいやー、明日あたりじゃない？今日出んのかね？緊急事態宣言。夕方ぐらいに。風呂入って、ちょっと休んで、風呂入って、着替えて。あとさ、歌舞伎町にさ、駐車場ってある？ゲート式の。だから歌舞伎町に詳しい方いませんかね、誰か。ゲート式の駐車場。ロック式じゃなくて。ゲート式じゃないと止められないから。トライク。ありますかね？歌舞伎町に。ひどんなコロナってマジ？マジらしい。よっさんを応援します。ありがとうございます。ありがとう。高速はやめないよ。いや、下道で行くよ。だって、歌舞伎町までって、YouTuber まで何キロ？何キロなの？ YouTuber まで。これか。66キロだって。YouTuber 66キロ下道で2時間半。大したことない。高速で行っても多分1時間ぐらいしか変わんないんで。そんな風強いんだって。茨城、まあ無風ですけど、窓開けてるけど。ほら。無風だけど。ずっと窓開けてるけど。東京はそんな風強いの？茨城全く無風ですけど。